クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん外伝を、お、お、のしんのすけ、クレヨンしんちゃん外伝を、お、おのしんのすけは、2017年5月31日から8月23日まで、アマゾンプライムビデオで、独占配信された、ウェブアニメ。クレヨンしんちゃん25周年記念作品を呼び、外伝シリーズ第4弾。予告編や、関連記事においては、 シーズン4と呼称される。原作とアニメも存在するが、話の内容は外伝シリーズオリジナルとなっている。監督はテレビシリーズに放送開始当初から絵コンテで参加しており、クレヨンしんちゃんを竹部、カスカベヤ星王国とクレヨンしんちゃん超時空、嵐を呼ぶオラの花嫁の監督を務めた市議のアが、シリーズ構成及び脚本はテレビシリーズの演出、 絵コンテ、クレヨンしんちゃんがチンコ。逆襲のロボ父ちゃんと、クレヨンしんちゃん爆睡。夢ミーワールド大突撃の監督を務めた、高橋渡が担当する。創作画監督は、毎シーズン、クレヨンしんちゃん外伝家族連れ狼で、数話作画監督を担当した、岩永大蔵が担当する。キャラクターデザインも、末吉雄一郎と共同で担当する。 とある田舎の小さな町。最近この町では不思議な事件が多発していた。そこにやってきた妖怪園児、お、お、お、の新之助は父である妖怪、たまたま親父と共に家出した母の妖怪、ケツデカオババと妹の妖怪、大泣き娘を探しているという。町の小学生、桜文江が突然現れた謎の妖怪に襲われているところを助ける新之助。 この二人の出会いが小さな町の壮大な妖怪事件簿の始まりであった。ありがとうございます。